ところ健一は、日本の元競泳選手、競泳指導者、広島県大竹市出身、1949年に広島県に生まれる、広島県立大竹高等学校に進学、第20回国民体育大会に出場、広島県高等学校選手権に出場し、400メートル、1500メートル、自由形優勝。 中国高等学校選手権に出場し、400メートル、リレー4位。第21回国民体育大会に出場。中央大学に進学。日本選手権水泳競技大会に出場し、400メートル、自由型5位。中央大学水泳部首相になる。日本学生選手権水泳競技大会に出場し、400メートル、自由型2位。1500メートル自由型3位。 和歌山県立伊都高等学校教師になる。第26回国民体育大会に出場し400メートル自由型教員部優勝。第27回国民体育大会に出場し400メートル自由型教員部優勝。2年連続の日本一となる。藤田ドルフィンクラブ入社。第45回国民体育大会に出場し、40歳、以上50メートルバタフライ5位。 競泳指導者として、日本中学新記録、日本高校新記録、日本記録保持者及び、オリンピック選手を多く輩出。国民体育大会高校監督5回、国民体育大会青年監督3回、日本対中国対抗戦全日本コーチ、全日本ジュニア合宿ヘッドコーチ、全日本ジュニア遠征監督を務めた。株式会社、ドルフィンクラブ藤田ドルフィンクラブナタリー。 取締役支配人になる。日本体育協会公認スポーツ指導者表彰、厚労ら受賞。広島県水泳連盟、厚労ら受賞。日本スイミングクラブ協会中国支部副会長。広島県水泳連盟理事。広島県フィットネスクラブ協会理事長。初会地市水泳連盟会長。大竹市水泳連盟理事。日本体育協会公認永久教師。 日本体育協会公認 A 級コーチ、日本体育協会公認 A 級スポーツ指導員、日本水泳連盟公認上級競技役員を務める。ありがとうございます。